都会の勇気、豊島義尾。都会には都会特有の一種の勇気がある。暴風雨の時など、いずこともなく吹き払われ打ち消されてほとんど姿を見せないけれども、空気がないでよどんでいる時には、ことに昼間よりは夜に多く、ぼんやりと物陰に立ち現れたり、ふらふらと麹を奉公したりする。 勇気があるのは必ずしも都会に限ったものではない。田舎には田舎の勇気があり、三輪電野には三輪電野の勇気がある。しかし、それらの勇気は皆人間離れのした飼い意を有するものであるが、ただ都会の勇気だけはどこまでも人間的であり、人間の匂いを持っている。勇気であって勇気でない以上、それはもちろん、 形あるがごとくなきがごとく、音も立てず口も聞かず、ただそれと感じられるばかりで、朦朧と浮遊しているのであるが、一度それに触れると人は立然として怪しい孤独が全身に染み渡るのを覚える。この勇気はどこから生じたのであろうか。おそらくは大都会の無数の人間の息吹が、心の願望が、 肉体の匂いが凝りつどっておぼろな命によみがえったものであろう。実際この都会にはあまりに無数の人間が群居している。いかなる工事の奥にも人の足に踏まれなかった一隅の地面もない。いかなる奥まった壁の面にも人の目に見られなかった一片の亀裂もない。我々の胸に座れ、 肌に触れる空気は、幾度か人の胸に座れ、肌に触れたものである。その他、この都会の中のあらゆるものが、人間に接触し、人間の気を帯びている。そして、劇場や寄席や、活動写真などの中に、群れ臭い猛気が込めると同じように、都会の中にも、人間の息吹が凝って、一つの儲気となり、 至るところに立ち込めている。しかもその儲きの中には、ある時ある瞬間の種々雑多な姿や意欲や匂いなどが数限りもなく陰刻せられる。ある工事のお角には若い男が恋人を待って佇んだだろう。ある暗がりには盗っ人が息を凝らして潜んだだろう。ある電柱の陰には刑事が非常線を張っただろう。 ある軒の下には、やめる小敷が一夜を明かしただろう。ある街路の宝石の上には、自動車に引き殺された子供の死体が横たわっただろう。ある尖った石灰には、帰り遅れた泥水の人がつまずいただろう。ある静かな裏通りには、若い夫婦が手を取り合って散歩しただろう。ある垣根には、灰をやむ老人が血を吐いただろう。 ある門口には恵みを受けた放浪者が感謝の涙に無線だだろう。ある木陰には孤高に窮した失業者が悲憤の拳を握りしめただろう。ある十字街には相当者の担当がひらめいただろう。ある石塀には高笑いをする狂人が唾液を吐きかけただろう。その他数え切れないほどのことを ある時ある瞬間にある場所で人は成しただろう。それらのものが皆、この都会の猛気の中に後を留める。そしてそれが、渦巻き愛より愛集って、様々な勇気に行固こし、おぼろな命を得て浮遊する。暴風雨などに会えば、いずこともなく吹き払われるけれども、静かに空気がよどんで、猛気が凝ってくると、 ぼんやりとそこいらに立ち現れ、ふらふらとそこいらを放向する。明るい真昼の光に照らされれば、いつしか溶けてなくなるけれども、うっすら寒く日が陰ったり、夜の闇が落ちてきたりすると、また、ぼーっと現れてくる。その頃私は、晩になると外に出かけて、夜遅くならなければ帰って来られないような習慣。 というよりむしろ気分に陥ってしまっていた。恋に破れてすべてのものの意義を失い何をしてもつまらなく、昼間はまだ良かったが夜になると下宿の一室にじっとしていることができずに家庭を持ってる友人の家や同級場や誤解書やまたは怪しげな規定などとにかくどこかで賑やかな時間を過ごして 12時が過ぎなければ、言い換えれば、すぐに眠るより他はない時間にならなければ、下宿へ帰ってゆく気になれなかったのである。時には2時3時頃になることも珍しくなかった。ところがある夜、変なものに、いや、変な気持ちに出会ったのである。友人の近くで遅くまで鼻合わせをやって、 もう一時半頃だったろう。遠くもない下宿の方へ歩いて帰りかけた。空がぼんやり曇った静かな夜で、重くよどんでる涼しい夜きが、まだ勝負のホテリの残ってる方に、心地よく流れていった。帽子をまぶかにかぶり、両手をマントの隠しに突っ込み、ふらふらと足を運びながら、頭の中には花札のまん丸い赤い月や、 傘を差したおのの豆,豆腐の姿や赤いおろしと書いてある短冊などがちらちらと映っていた。それを一つ一つ心で送迎して何にも気を止めず目をやらずに通り慣れた道筋を電車通りから寂しい横丁へ切れ込んでいった。それからまた右へ曲がって一方が広い邸宅の石塀になっているところへ差し掛かり、 菊の盃きと短冊と敵にさらわれて手にカスが残ったいまいましさなどをぼんやり思い起こしているうちに、ふと後から誰かついてくるような気配を私は感じた。感じたのはその瞬間であるが、実はしばらく前から私についてきたらしい気配だった。この夜更けに、と思って何気なく振り向くと、そこには誰もいないで、 点々と見当の光の浮いてる寂しい通りが、突き当たりまでぼーっとした薄闇をたたえていた。それからしばらくすると、また誰かが私の後をつけてくるような気配がした。振り返ってみると誰もいない。そんなことを二三度繰り返しているうちに、私は変に身内が薄ら寒くなってきた。そして、スタスタと足を速めたが、 やはりスタスタと同じ速さで、と言っても足音も声もなく、ただその気配だけが風のように私の後からついてくる。バカバカしいと思ったが、思うほど妙に気にかかって、もう後ろを振り向くこともしかねて、ますます足を早めていった。そして下宿の前まで来てほっとすると、その気配もどこかへ消えうせてしまった。 私はなんだか変な気持ちで寝静まってるひっそりとした通りを透かし見てそれからいつも引き寄せたばかりで締まりのしてないガラス戸を少し慌て気味に引き開け身を入れると落ち着いて静かに閉め中に垂れている白布をまくって入ったすると真正面に停車場で見るような大きな掛け時計がいつもの通り緩やかに振り子を振っていたそれを見て私は 先ほどからの怪しい気持ちを払い落としてしまった。しかるに、そういうことが何度も起こるようになった。明るい電車通りなんかでは、さすがに一度もなかったが、寂しい裏通りを夜更けに歩いていると、いつ、どこでともなく、誰かが自分の後からついてくるような気配を、ふっと気づくのだった。振り返ってみると誰もいない。まっすぐに歩いていると、また、 誰かが風のようについてくる。ことに雨のしとしと降る晩なぞは、そいつが雨傘の中に入ってきて、すぐそばに後ろ髪のあたりにくっついてくる。ぞーっとする気持ちを無理に抑えて、タバコに火でもつけると、もうどこかへ消えて亡くなってしまう。そのうちに、私は次第にそれに慣れてきて、いろんな理由を推測し始めた。 よく考えてみると、私がそれに出会うのは、何かある一つのことに熱中した後で、様々な雑念が消えうせ、思いが一つの点に集中して、疲れながらもじっと落ち着いている。我を忘れたしかも敏感な状態にある時だった。それで、空気の静かによどんでいる夜更けの通りをふらふらと歩いていると、ちょうど、 船の乗っ通った後の会場に船足の波が立つと同じく私の後ろに空気の波が立ってそれを私は誰かの気配だと感じたのだろうそう思うと私はいくらかバカバカしいような安堵を覚えてあまりそれを気にすまいと努めまた実際対して気にもかからなかったまたやってきたなというくらいの気持ちでいることができた ところが、その気配の方がだんだん進歩してきた。といえば変だが、だんだんはっきりした形をとってきた。ある夜一時頃、私は電車から降りて下宿へ帰って行った。その時私はかなり酔っていた。四五人の友人と馬鹿げた遊びをして、その帰りにまたコーヒー店へ寄ったので、和洋酒混合の雑然とした酔い方をして、 頭の中がボケたようにぼーっとなって、ただ目だけに意識の力が集っているという状態だった。それを見て飛び乗った赤電車のまばらな乗客の僧気だったような顔や、じっと考え込んでいるらしい冷たい顔や、一方に固まって居眠りしている四五人の車掌の顔や、天井から下がっている宣伝ビラの赤文字や、 窓ガラスについているほの白いお点など、弱々しい薄赤い伝統の光に照らされた様々の深夜にふさわしい事物が頭の奥に残っていて、それでもまだ何か足りない。今に何かやってくる。といったような気持ちが弱然とした裏通りを透かして見てる目に集っていた。それに自ら気づいたとき、私はまた、 例のものがついてくるぞと思った。途端に何か人の顔らしいものが横手の暗がりから私の方を覗き込んできた。おやと思って目をやると、もうそれらしいものは消えうせて、垣根の上から覗き出している歌詞の一枝が黒々とした影を落としているばかりだった。脅かすなよという気持ちで四五歩進むと、今度は向こうの軒下に、 何やらぼーっとした人影が佇んでいる。でも私は酔ってはいたし、そんなことに慣れてもいたので、例の奴が先回りをしたな、というくらいの考えで、平気で歩いて行って、ひょいと見るとそこには何にもなくて、六七尺ばかりの上の向き下に、女中部屋らしい小窓がついていて、この夜更けに雨戸も閉めなく、 記号紙の中のすすけた障子の髪に淡く伝統の光が差していた。私はちょっと足を止めて眺め合った。すると全く思いがけなく瓶の毛を少しほつらした女の顔が障子にスーっと影を落としてまたスーッと消えた。消えた瞬間に私はぞっと身震いをした。怪しい幻覚が私を捉えた。 薄汚い豊満な肉体をしている女中が、そこの障子に姿を映すのを待ち受けて、一人の式状況が佇んでいる。それが私自身の姿に乗り移ってきた。私はたまらなく忌まわしい怪しい心乱れがして、つとそこを離れて歩き出した。しばらくして、ある電柱の影から、なんとはなしに振り返ってみると、 全国の窓からは、ただぼーっとした淡い明るみが差している霧で、そこには何の姿も見えなかったが、そうして、電柱の影から覗いている自分自身と、同じ場所に同じ姿で何かを待ち伏せしている刑事の影が現れてきて、しきりに私へ乗り移ろうとし始めた。私はびっくりしてまた歩き出した。すると今度は、私と同じように酔っ払って、 帰り遅れた愚かな男の影が私の身にぴったりとくっついてきた。私はもう歩くことも立ち止まることもできなくなった。同じ場所を同じ時刻に同じような姿をして、かつて歩いた老人影やかつて佇んだ老人影がいずこからともなく飛び出してきて私にぴったりくっつこうとする。ただ、 ぼーっとした捉え難い影で、いずれも同じようでありながら全然異なっている。そうして私は下宿までのわずか四五町の裏通りの中に、いちいち数えきれないほどの人影を、というよりむしろ人の毛を見た。石塀の先端、差し出てる植え込みの枝下、垣根のほとり、 門口の日差しの下、電柱の立ってる三筋溝の横の標石の上、往来に面している窓際、その他、およそ人の身を置きうるあらゆる場所に、歯を食いしばった者、何かを見つめてる者、眉根をきっと寄せてる者、白い歯並びを剥き出して笑ってる者、髪を振り乱してる者、その他、 かつていろんな人がしたろういろんな姿が、それと定かに表情はわからないが、ただ気配でそういう風に感じられる。ぼーっとした勇気となって、宙に浮いたように佇んでいて、通りかかる私の方へふらふらと寄ってきて、私の体へぴったりくっつこうとした。私は走ることも立ち止まることもできず、 重い足を無理やりに運ばせながら、叫ぼうとしても声は出ず、ほとんど息もつけないで、ただ空の方を見上げたが、空は黒ずんで星影一つなく、遥かの彼方に半かな街路の火が、不気味な薄赤い色を濁った大気に映していた。おおなんという広々とした都会だろう。 なんという不気味な混濁した都会だろう。無数の人が、うようよと重なり合って、主寿雑多な行為を繰り返して、なんと息苦しく大気を濁らしてることだろう。そして、今すべての人が自分自身の巣の中に眠ってるこの夜中に、かつてそれらの人のなした姿が、携帯を離れた影の木となって、 なんと無数に迷い出していることだろう。私は、ようやくにして下宿の前までたどり着き、ガラス戸を引き上げて垂れ布をくぐって、怯えまどった目つきをほっとした気持ちで定めると、例の大きな掛け時計が、悠長に長い振り子を振っていた。それを見ると、もう自分の上閣の中に戻ったという気がして、安堵の吐息をつくことができた。 それまではまだよかったが、ある日私は妙に肌寒い薄曇りの午後3時半ごろ朝からの玉突きに疲れて袋出をしながら帰ってきた。下宿まで2、3実験余りのところへ来ると、その自分の下宿の角口にぼんやり突っ立っている若い男の姿が見えた。変な奴だな と私が思うと同時に、向こうでも私の方に気づいたのか、ふららりと角口を離れて、私の方へ歩いてきた。そして、一、二分の後に、私はその男とすれ違ったが、ぞっと体中が寒くなった。不思議なことには、その男の顔つきも服装も、何一つ私の目にはとどまっていず、その足音一つ、 私の耳には入っていないで、まるで風のような男だとすれ違う瞬間に気づいたので、すぐ振り向いて眺めたが、その男の姿はどこにもなく、人影一つ見えない静かな通りが、午後の薄明るみをしらじらとた,たえて、向こうの角まで一目に見渡された。私はびっくりして、 その気持ちがまだ静まらないままに足を早めて下宿の玄関に飛び込むと途端に真正面の大時計が一つボーンと半時を打ったそのままで女中一人出迎えずいつもの女将さんの顔も見えず家の中は空き家のようにガランとしていた変だなと思って佇んだ時戦国の男の姿がいつの間にか おそらくすれ違った時からであろう、私にぴったりとくっついているのが感じられた。私はブルっと身震いをして、自分の部屋に駆け上がった。そのことが、昼間だけに一層私の気にかかった。昼間からキャッツが玄関まで飛び込んでくる以上は、夜になったらどんなことになるかわからないと、私はもうすっかり怯えきって、それからはなるべく、 自分の部屋に閉じこもることにした。気のせいだの、空気の流れだのと、そんな理屈では安心がなりかねた。後からついてくる気配だけならまだよいが、いろんな姿が影のように四方に浮き出して、私の方へ飛びついてくるのは、どう考えても合点がゆかなかった。私自身の気のせいではなく、そういう煙のような奴らが、 そこいらにふらふらと存在してるに違いなかった。私は部屋の中に閉じこもって、これからどうしたらよいかしらと、夢のようなことを考えながら、昼間も曇った日はなるべく外に出ないことにし、夜分はなるべく早く床に着くことにし、友人たちを電話で呼び寄せては、午や将棋をやったり、花合わせをしたりして、 できるだけ面白く時間を潰そうとした。ところが、一人になるとふっと魔が差すように気がめいって、なんとなく伝統の光も淡くなってゆき、部屋の隅々にもうとした気が立ち込めて、バカバカしい不安に襲われることがあった。そういうとき私は、一生懸命机にかじりついて、面白そうな書物を読みふけった。 物語の興味に惹かされて、1時間も読み続けているうちに、ちょっと心に疲れた緩みができると、しきりに右手の斜め上の方が気になりだした。そこに何やら、ぼんやりしたものがぶら下がっている。宙に浮いて、だらりと下がっている。ふと顔を上げてみると、そこには何もなくて、障子の上のカモイよりは一尺ばかり高く、 床の間の落としがけが白々としたまさめを見せてるばかりだった。天井板や柱やかもいなど、部屋の中の他の木口よりは比較的新しく見える、その落としがけの木目から目を滑らして、床の間のくれたけの軸物を眺め、次にまた書物の文字に見入ったが、しばらくするとまたしても、 右手の上の方が気になり始めた。そこに何やらぼんやり下がっている。見ると何にも目にはつかない。そういうことを繰り返してるうちに私は妙に自分の部屋へも落ち着くことができなくなった。その上怪しい夢を見た。携帯の知れぬ物証が入り乱れた中から次第に一つの姿がはっきり浮かび出してきた。 頭髪のありさまも、顔も、表情も、着物のしまがらも、何一つはっきり見分けられはしなかったが、明らかにそれは、一人の若い学生だった。床の間の上に机を置き、その上に乗り背伸びをして、落としがけの上のところの壁に、鉄の火箸でぐりぐりと穴を開けている。変なことをするやつだなと思って見ていると、 彼はやがて指の先くらいの大きさの穴を開けてしまい、どこから取り出してきたか、二尺余りの浅縄を穴に通し、落としがけのすぐ下で輪に結び、その中に首を入れた。危ないと思う瞬間に彼はポンと机を蹴飛ばして、そこにぶらりと下がってしまった。ピクリとも動かないで、 死骸になって吊るされている。それが不思議にも私自身だった。いや、俺じゃないと思いながらも、やはり私自身だった。しまったと声に出たかどうか知らないが、力限りに叫ぶ拍子に私はふっと目を覚ました。見回すと、覆いをした電灯の薄暗い光に照らされている部屋は、 いつもの部屋と何の変わりもなく、床の間にはやはり、くれたけの軸がかかっており、上の落としがけはしらじらとまさめを見せていた。その、平素通りな有様が、かが、帰って妙に心をそそって、私は頭から布団をかぶってしまった。長く寝つかれなくて、布団の中で幾度も寝返りをした。翌朝遅く、 朝日の光がパッと差してる頃に、私は目を覚まして起き上がった。夢のことはもう遠くへ起き忘れて、平気で朝食を済ましてから、晴れ晴れとした日の光が差してるうちにと思って、気の向く方へで歩いてみた。ちょっと玉をついて、午後は賑やかな大通りを歩き回り、帰りに友人の家へ寄って午を始め、 夕食の地層にまでなったが、帰り道のことが気になりだして、まだ暮れて間もない慌ただしい街路を、怪しい勇気にも出会わず、無事に下宿の部屋まで帰ってきた。そこでほっとしてタバコを吹かしたが、私は飛び上がらんばかりに驚いた。タバコの煙が、ふーわりと立ち上って、ゆらゆらと消えてゆくあたりに、あるかなきかの猛気が、 人の姿となって、床縄の,の落としがけから下がっている。びっくりして見上げるはずみに、夕べの夢をまざまざと思い出した。そして気がついてみると、自分の酔ってる机も、火鉢の火箸も、夢の中の机や火鉢とそっくり同じものだった。ただ、浅縄がないだけだったが、それも窓の外の手すりに雨ざらしとなってかかっているのを、 いつか見たような気がし始めてきた。わざわざ網戸を開けて見定めるだけの勇気も、もう私には出なかった。それどころではなかった。頭の上の落としがけからぶらりと死体が下がってきた。目をやると消えうせるが、ちょっとでも目を離すとまた下がってくる。私は怪しい気持ちになって、比較的新しい落としがけをいつまでも見つめていた。 すると、いつの間にか自分がふらふらと立ち上がって、そこの壁に穴を開け、浅縄で輪をこしらえ、机を踏み台にしてぶら下がる、と思っただけでぞっとして、それが、かえって一種の衝動となり、雲の糸ででも縛られるように、身動きができなくなった。少しでも身を動かしたら、私はそこにぶら下がるかもしれない、と思うせいか、 もうぼんやりと落としがけのところから人の下がってる無残な姿が見えてくる。私はたまらなくなっていきなり部屋から飛び出て階段を駆け下りていったが、さてどうしようかと思い惑ってると、おかみさんのでっぷりした没表情な顔つきが玄関脇の障子の腰ガラスから覗いていた。私はその方へ歩み寄って、 前後の考えもなく尋ねかけた。あの部屋は、私の部屋は、何か変なことがありはしませんか私の様子が変わっていたせいか、おかみさんはいつになく顔色を変えた。え、何かありましたかどうもおかしいんです。私の気のせいかもしれませんが、気のせいですよ、きっと。あれから一度も変わったことはないんですから。 調子がなんだか落ち着かないのと、あれからというふと漏れた一言が、私をそこに立ちすくましてしまった。何かあったんだな、と思うと我慢しかねて、いきなりぶちまけてやった。若い男の姿が、床の間の上からぶら下がるんです。え本当ですかおかみさんは息をのんで固くなった。 私も同じように固くなった。そしてしばらく見合っていると、おかみさんはほっとため息をついて、私を部屋の中に招き入れて、誰にも公害してくれるなと頼みながら、ひそひそと話して聞かしたのである。ちょうど5年前のやはり今時分、あの部屋で年若い学生が一死を遂げた。 大変勉強家のおとなしい静かな男だったが、高等学校の入学試験に失敗をして、この下宿から一年間予備校に通っていたが、翌年また失敗をして少し気が変になり、そこへまた不運なことには、この下宿にいた年間な女中からいつしか誘惑され、その女中が妊娠したことを知って、うぶな気弱さのあまり世を悲観して、ついに、 死を決したものらしい。故郷の両親へ当てた遺書が一通見出されたけれど、ただ先立つ不幸を浴びたばかりで、事情は少しも書いてなかった。その男が床の間の上に机を踏み台として壁に火箸で穴を開け、浅縄でぶら下がって、私が夢に見た通りの死に方をしたのだった。それから、 半年ばかりの間、部屋は釘付けにして誰も入れないことにしてあったが、何ら変わったこともない上に、それでは帰って人の注意を引くものだから、落としがけの木を新しく取り替え、壁を塗り直して、やはり座敷に使うこととなった。私が入る前に、二人ほどその部屋を借りたものがあったけれど、何の怪しいことも起こらなかったそうである。話を聞くと、 私はもう一刻もその部屋に戻って行くことができなかった。話を聞いてから夢を見るのならとにかく、聞かない前に事実そっくりの夢を見たのだし、その幻がまざまざと見えたのだから、気の迷いとばかりは言えなかった。私は誰にも口外しないとおかみさんに約束して、その代わり他の部屋へ移してもらった。ところが、 あいにく今空いているただ一つの部屋は、開花の階段の奥の四畳半切りで、日当たりが悪く陰気臭くて薄汚かった。しかし、そんなことに躊躇してはいられなかった。明日から大倹約をしなければならないと冗談のように女中たちへ言いながら、心ではびくびくしながら、私はその晩すぐに荷物を運び移してもらった。 そうして一通りざっと片付けておいて、それでももう十二時近くなって、狭苦しい思いで床に入った。目が冴えて眠れなかった。どうしても落ち着けなかった。誰も知らないか、また知っていても知らない顔をしているか、あの部屋にだってあんな恐ろしいことがあったとすれば、この部屋にだってどんなことがあったかもしれない。 などと考えてくると、ますます目が冴えていった。そして私はまたいろんな幻を見た。かつてこの部屋で起こったろう様々なことが次から次へと現れてきた。貧しい灰闇の学生が血ヘドを吐いてのたうち回っていた。酒に酔った不良症の男が、美しい女中を引っ張り込んで重欲を遂げていた。 狂気を手にしたヌスッとが窓の戸をこじ開けて覗き込んでいた。その他様々な人の影が湿気を帯びたカビ臭い部屋の空気の中にぼーっとした気配に浮き出して四方から私の方を覗き込んでき私の体にとっつこうとする。私は首と手足とを縮込めて布団の中に丸くなりもう寝返りをするのも恐ろしくて じっと夜明けを待ちながら、自分の古希で自分を中毒させて眠ろうと努めた。そして、翌日になったが、いつまでも日の光が差してこなかった。陰鬱な、どんよりとした曇り日らしい明るみが、窓の雨戸の隙間から忍び込んでいたけれど、いつまで待っても同じぼーっとした明るみだった。私は思い切って起き上がってみた。 驚いたことにはもう十時を過ぎていた。顔を洗って冷たい食事を済ましたが、北に窓がついてる霧の部屋の中には、隅々に薄暗い影が漂っていて、何かぼんやり突っ立ってるような気配だった。私はじっとしていることができずに、どこというあてもなく、外出しかけた。おかみさんが玄関へ出てきて、どうでしたかというような目つきを見せたが、 私は目をそらして答えないで、ふいと表に飛び出した。雲とも言えないもやみたいなものが、空低く一面に覆いかぶさっていて、空気が重く、どんよりとよどんでいた。寂しい裏通りの底いらの影から、キャツラがふらふらと浮かび出てくるのに、最もふさわしい天気だった。私は、 うすら寒いおののきを身内に感じながら、どこへ行こうかと思いまどった。こんな時には、酒でも飲んで気を紛らすのが一番よかった。しかしそれには時間も早かったし、また恐ろしい記憶が頭によみがえってきた。キャツラにつけられ始めてからある晩、私は虚勢を張るために深酒を飲んで、一二度行ったことのある縁窓の家へ、ひょっこり入って行った。 そして、見知らぬ女と寝ていると、かつていろんな男がこの女を相手にしたろうことが、右や左に影絵のように浮き出してきて、私はぞっと震え上がり、いきなり女の喉首を締め付けたい衝動に駆られ、それに気がつくとさらに恐ろしくなって、夜中の2時半ごろ、そこを逃げ出したことがあった。とても再びそんなところへ行く気にはなれなかった。それかといって、 同級場や誤解所や友人の家などへ行ったところで、どうせわずかな時間を費やすだけで、夜にでもなったら、一体どこへ行って身を休めたらいいのか。私は、どこかへ行くことも、家へ戻ることもできなかった。おぉ、なんという大きな都会だろう。なんという無数の人間だろう。空は低く垂れ。 空気は人海に濁り、むっとするほどの人いきれが立ち込め、その中を人々は平気な顔をして、あちらこちらにうごめいているけれども、この息苦しい儲けの中に、昔から今まで至るところで至る瞬間になされた、何かの一年に凝った人の姿が、数限りもなく後をとどめ、それが渦巻き、愛より、愛集まって、 ぼーっとした勇気となり、ほのかな陰惨な命によみがえって、今日のようにどんよりしとした昼や夜には、そこいらにぼんやりと立ち現れ、ふらふらと放向し始めるのだ。そして一体何をするつもりなのか、私は知っている。通りかかる生きた人間にぴったりくっついて、その体に乗り移ろうとするのだ。 そして多くの人々が、そいつらの餌食となって、そいつらの意のままに操られ、そいつらが抱いてる一年に凝って、そいつらがかつてした同じ行いを知らず知らずに繰り返し、自分の自由にならないのだ。ああ<う>、なんという魔物のような都会だろう。そして私は、薄曇りの真昼中、往来の真ん中に、 どうすることもできないで、呆然として立ち尽くした。